作りがすごく丁寧に作られてるなっていうのが第一印象で、各弦の弦の音量バランスもすごく良くて、あとはまあ、この見た目がこのヘリンボーンが入ってたり、ベッコーピック型だったり、ダイヤモンドスクエアの、このポジションマークとかね、あとこのちょっと黄みがかった塗装とか、このヴィンテージライクなオープンバックのペグとかね、このヴィンテージライクな感じが、でこの小ぶりな、シングルオーとかのサイズになるのかな、これがすごく可愛らしくて、で程よく渋くもあり、可愛いですね。で持ちやすい、やっぱりスケールも短いしボディも小ぶりなんで、ポロポロつまびくのにやっぱり最適なサイズだなって思います。で、ね、やっぱりこのサイズのボディの楽器っていうのは、音を前に飛ばすっていうよりもこの自分の周りでギターが鳴ってくれるんで、弾いててすごく気持ちがいいですね。ネックがこのいわゆる三角ネックっていうやつで、もしかしてあんまり弾いたことない人はちょっと一瞬んって思うかもしれないけど、これが実は意外と弾きやすいっていう、こういう例えば正派のポジションとかになった時に、こう親指が後ろ側に行った時にここの厚みが稼げるんで力が入れやすい、これも弾きやすさのポイントかなと。だから最初弾いた時に、あ、三角、なんか三角だなって感じあるかもしれないけど、これは弾いていくとすごく手に馴染んで弾きやすい形状だなと思います。